夕刊デイリー新聞、大事表記夕刊デイリーは、宮崎県延岡市大岩町に本社を置く、夕刊デイリー新聞社が発行する日刊の夕刊地方紙である。延岡市、日向市などの県北地域を主要な発行地域としている。延岡市、日向市を中心とした県北エリアで販売天網を通じて宅配される。地方長官紙や全国紙との併読により、 普及率は高い。1963年創刊。郷土の歴史と伝統を尊重し、県民の幸福と利益増進に邁進することを目標に設立。創刊当初はブランケット版2ページ。宮崎市にも取材網を構えるため市局が設けられて、いたが1979年に死者に格上げされた。1989年に電産社食機を導入。 1991年には編集記事にワードプロセッサーを取り入れたり、1993年には写真のデジタル処理を実施するようになった。1995年には20ページ建ての印刷が可能な最新輪転機も取り入れた。2004年から2005年には最新鋭の技術を取り入れた本社工場旨、事務旨がそれぞれ増築、新設された。 有観視ということもあり、テレビ欄の表示起点は発行日当日の夕方6時からとなっており、日をまたいら翌日分の番組表も深夜までの1日分が丸々掲載されている。また、通常の新聞のテレビ欄は、紙面の左端から NHK もしくは地元民放局が優先的に掲載され、最後に他県の民放局や BS 放送の番組表が並ぶ。 ことがほとんどであるが、夕刊デイリーは、紙面左側から NHK の BES とケーブルテレビで再送信されている一部の CS 局、ついで、熊本の民放と続き、その後に宮崎民放、最後に NHK 宮崎放送局が並ぶという、独特な構成となっている。熊本民放は、五加瀬町など、直接受信ができる一部地区を除くと、 ケーブルテレビを開始い,いと主張することができないにも、かかわらず、紙面のほぼ中央に大きく掲載されている。また、延岡、日向地区をエリアとする、コミュニティ FM のうち、自社が関わっている FM 延岡は、番組表を掲載しているものの、ケーブルメディア YY が関与する FM ヒューガの、番組表は掲載されていない。FM 延岡 -22 日から本放送。 ユーカンデイリー新聞2012年2月20日一面。ありがとうございます。